はいお疲れ様でございます今日のねお話はこちらでございます早寝早起きは体に悪いっていうねお話をしてみたいと思います ええー、まあね、早寝早起き。まあね、えー、皆さんもね、子供の頃からね、早寝早起きっていうのはね、まあ、体にいいんだよ。まあ、健康にいいんだよっていうふうなことをね、まあうん、どうでしょう。両親にね、言われ続けた方もね、多いんじゃないでしょうか。もう私もですね、まあ、早寝早起き。これはね、まあ、非常にね、まあ、あ体にいいっていうふうにね、思ってはいたんですが、実はです、実は、早寝早起き。体にね、もしかしたら悪いんじゃないのっていうね、お話がありました。今日はね、そんなお話をね、ご紹介してみたいと思います。 えー、まあ今日の、ね、お話なんですが、先日ね、私が読んだこちらの本、樺、えー、沢紫ンさんというね、まあ、この方、精神科医の、ね、先生でございます。この方がね、書かれた行動化、行動最適化大全今日がもっと楽しくなるという本をですね、読みました。この本の中からね、えー、参考にさせていただきました。 えー、じゃあね、えー、早速、今日のね、お話、本題、早寝早起き。まあね、体には良くないんじゃないの体に悪いんじゃないのっていうお話なんですが、えー、実は実は私なんですが、えー、まあ、最低ね、どんなに遅くても朝4時に起きるですね、早寝早起き人間でございます。まあね、早寝早起きっていうかね、まあ、うん、早寝をね、 早起きをね、通り越して、超早起き人間と言ってもね、看護ではないかな、というふうにね、思ってるところなんですが、あの、私ね、えー、まあ、うん、特にね、新聞配達をしてるとかね、まあ、朝のね、えー、まあ、朝早く仕事を、えー、起きて仕事をする、まあ、漁師とか、そういったね、仕事ではなくて、普通のね、サラリーマンでございます。まあ、朝ね、9時に起きて、えー、朝9時じゃない,いや仕事はね、朝9時から始まって、そしてね、まあ、5時半まで、夕方の5時半まで仕事をする、まあ、ごくごく普通のね、サラリーマンなんですが、実は実はね、 まあ、超早起き人間ということで、まあ、こちらね、あのー、右下の方にもね、出してるんですが、実は先月、えー、まあ20年、2022年の7月のですね、平均のね、起床時間がですね、朝の3時20分でございました。まあ、どんなに遅くてもね、まあ、4時に起きる。そして早い時にはね、朝の2時半とかにね、起きるっていう、まあ、2時半をね、朝と言えばいいのか、まあ、夜深夜と言えばいいのか、まあ、どっちがよくわかりませんが、あの、そんなね、まあ、3時台に起きるですね、超早起き人間でございます。 えー、そしてね、まあ当然ながら寝るのもね、早いんですけど、まあそんなね、早寝早起きをですね、ずっと続けている私、まあ健康にね、いいからっていうのもね、えー、まあ一つの理由としてですね、この早寝早起き続けてるんですが、実は実は、まあね、えー、早寝早起きはですね、あんまりね、健康に良くない。えー、実はね、 まあ健康に逆にね、悪いかもしれないっていうね、お話がね、ありました。えー、それね、どういうお話かというとですね、実は、まあ、このね、先ほどご紹介した、えー、健、えー、最適化大全の中のですね、中で書かれていたんですが、実はね、これね、オックスフォード大学のね、研究のね、結果としてね、出てるそうでございます。まあ、どういう結果かと言いますとですね、こちらでございます。 朝6時以前に起きる人はですね、朝の7時以降に起きる人と比べてですね、心筋梗塞や脳卒中になる発症リスクがですね、最大で4割アップすると。 そしてですね、糖尿病やうつ病などの病気にかかる人がですね、えー、最大で2割から3割高いというふうに、ね、報告されているそうでございます。まあ、つまりなんですが、朝の6時以前に起きる人はですね、まあ、7時以降にね起きる人と比べるとですね、こういったまあね重大な病気にねかかるリスクがですね,ね高まっているというね報告が、ね、出てるそうでございます。まあねね、まあねねこれ まあ、イギリスのオックスフォード大学。まあねえ、世界的には有名な大学の、ね、研究結果なんでね、まあこれ嘘だというわけにはいかないかなというところですよね。えー、しかもしかもですね、まあ発症リスクは、ね、高まるだけではなくて、実は実はこの、ね、朝6時以前に起きる、まあ、早起き人間の人はですね、なんと発症リスクが高まるだけではなく、重篤化しやすいそうでございます。 まあ先ほどありました。まあ心筋梗塞や脳卒中。まあこういったね、いわゆるね、まあどうでしょう。本当ね、あの死にもね、直結するような、こういったね、病気、重篤化のね、リスクも高まると。そしてね、糖尿病やうつ病なんかもですね、まあ重篤な病気にね、なりやすいというのがですね、朝早く起きる早起き人間だそうでございます。 まあそんなね、まあ早起き、まあね、えー、健康にいいんじゃない、健康にいいよというふうにね、思ってたんですが、えー、実は実はまあそうではないというふうにね、なってきますと、ちょっと気になってくるのが、まあ朝、朝、えー、3時20分ね、起きている私、もしかしたらこのまま、ね、 この早起き続けてるともしかしししかたらね早死にしてしまうんじゃないのっていうのはね、私、ちょっと個人的にはね気になっているところなんですが、じゃあね、何時に起きればいいのと、まあ、7時以降に起きる、えー、っていうね、早起きしない方がいいっていうのは分かったんだけど、まあ、とはいえ、じゃあ何時に起きるのがね、一番ね、そういったね、えーまあ、病気の、ね、リスクをね、えー、抑えることはね、まあ、もうちょっとね、こう高くならないようにするためには何時に起きればいいのっていうところ、まあ、皆さんもね気になる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。えー、そんなね、まあ、ベストな起床時間というのはですね、 先ほどの本でご紹介されておりました。まあえー、じゃあねこちらの方で、ね、ご紹介するとまずねベ,ベストな起床時間としまして青年期。えーまあ、青年期というのはですね15歳から30歳の、えーまあ、比較的、ね、若者と言われる世代ですね、えー、この方々はですね、えー、ベストな起床時間9時だそうでございます。 あんまりね、まあ、朝の、まあえー、7時とかではなくてですね、もっと遅い、ね、9時に、ね、起きるのが、ね、ベストだそうでございます。そして次、えー、早年期、中年期ですね、まあえー。年代的にはですね、31歳から64歳と言われる、まあ、一番、ね、こう働き盛り的な、ねえーまあ、年代の方々なんですが、この方々はです、ね、朝の8時くらいに起きるのが、ね、ベストな、えー、起床時間だそうでございます。 えそして最後、まあ、高人気、まあ、65歳以上のね、まあ、どっちかというと、こう、年齢的にね、高い方々ですね。この方々はですね、朝の7時に起きるのがね、良いそうだ、そうだ、そうでございます。ということで、つまりですね、若者ほどですね、遅く起きるっていうのがですね、まあ、体、まあ、先ほどのようなね、こう、重篤な病気にね、かかるようなね、リスクっていうのがね、まあ、低くなるそうでございます。 ということでね、まあ、あ早起きはね、まあ、三文の徳とか、えー、ね、早寝早起きはね、まあ、健康にい,いよとかっていう風にね、言われたりするかと思いますが、まあ、私もですね、子供の頃からね、両親にですね、まあ、早く起きなさい、早く起きなさいっていう風にね、言われ続けてきましたが、実は実は、いろんなね、こう、健康なことを、えー、健康、まあ、病気のことをね、思うとですね、実は実はあんまり早く起きるのもね、良くないよっていうね、今日はね、そんなお話をさせていただきました。 えー、今日の、ね、お話なんですが、私がね、まあ、あの普段ね、えーまあ、運営してますブログ、スーパービートクラブっていう、ね、ブログの中でですね、このお話、もうちょっとね、詳しくね、えー、解説しておりますので、興味ある方がいらっしゃいましたら、この、ね、動画の概要欄の方にもブログのリンク貼っておきますので、ぜひそちらからね、チェックしてみていただければなと思います。はい、ということで今日はですね、 えー、早に早起きは体にもしかしたら悪いかもしれないよというね、お話をさせていただきました。えー、今日のお話、面白かったな、参考になったなと思いましたら、ぜひね、えー、高評価、またね、チャンネル登録、またの方はですね、ぜひチャンネル登録,登録の方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もおき、えー、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。お,お疲れ様です。